ボクシング中継は、ボクシングの試合を中継する放送番組である。中継は、ラジオ放送局やテレビ局がプロモーターと契約を結ぶことにより放送権が成立する。2010年11月、ヘルシンキのハートウォールアリーナで行われたカールフローチ、対アルツールアブラハム戦の中継風景。この試合は、スーパーシックスワールドボクシングクラシックと名打たれたトーナメントの一部として、 米国のショータイムのほか、ドイツの ARD、英国のプライムタイムなどで中継された。2008年3月、ドイツキールのスパーカス戦アレナで、エルビン・アヤラセのリングに上がったアルツール・アブラハムを映す ARD のカメラ。2011年9月23日、米国、ラスベガスの MGM グランドで、ペトロ・ペトロフに勝利し、カナル7の放送席でインタビューに応じるマルコス・マイダナ。 以下の節では、主な国のボクシング中継の状況について、テレビ中継を中心に解説する。ラジオテレビ中継日本では、1952年2月9日に、ラジオ東京が日本版タム級タイトルマッチを中継。これが民間放送による初の中継となった。その後、1953年9月19日に NHK が、 大阪スタジアムで行われた白井義雄対レオエスピノサのノンタイトル戦をテレビとして初めて中継した。1954年12月21日には日本テレビが民放テレビで初めて中継を行っている。1955年には KR テレビ、1959年には富士テレビとネットも参入した。空前のブーム白井義雄対。 パスカル・ペレス戦1955年5月30日、日本テレビのボクシング中継、パスカル・ペレス対白井義夫戦では96.1%の視聴率を記録。これはビデオリサーチが視聴率調査を開始した1962年12月3日の前後を通じてテレビ番組の最高視聴率とされている。この他、 ビデオリサーチによる調査開始以前のボクシング中継では、1959年8月10日のパスカル・ペレス対米倉武志戦が88.0%、1959年11月5日のパスカル・ペレス対矢尾板サダオ戦が92.3%、1960年5月23日のジョーベセラ対米倉武志戦が78.7%、 1961年6月27日のポーンキングピッチ対関光則戦が64.9%を記録している。1960年代前半、日本にはかつてないボクシングブームが起こり、元旦から試合が行われ、テレビでは週20本以上のプロボクシング中継があった。高度経済成長に伴って1962年3月には、 テレビ受蔵機の普及台数が1000万台を超え、新たなスターが育ちつつあった、プロボクシングは視聴者、テレビ局、スポンサーの需要を満たしていた。1962年からは3年連続で、富士テレビが大晦日にボクシング中継を行った。1962年の大晦日には、エビ原ユ之が登場。1963年には、関光則が、 東洋太平洋王座の防衛戦を行ったが、同年大晦日の第14回 NHK 紅白歌合戦は、ビデオリサーチによる調査開始以降の歴代最高となる81.4%の視聴率を記録し、視聴率競争では叶なわなかった。しかし、翌1964年の大晦日にも、富士テレビは、赤の東洋太平洋王座防衛戦を中継した。 1967年1月11日に NASA がインテルサットの通信衛星インテルサット2を打ち上げるとフジテレビは1月29日にメキシコシティで行われる世界フェザー級タイトルマッチの同時性中継を行うことを発表。これは関三則のビセンテサルディバルへの2度目の挑戦だった。また日本テレビは2月6日に テキサス州ヒューストンのアストロドームで行われるモハメド・アリとアーニー・テレルの世界ヘビー級タイトルマッチを衛星中継することを発表した。赤体サルディバルのリマッチではフジテレビは現地にアナウンサーを送り、東京ではファイティング・ハラダをはじめとする数人の解説者が同局のスタジオで生中継を担当した。試合が始まる前、メキシコでは日曜日の午後8時、 日本標準時では月曜日の午前11時35分に中継を開始。これはスポーツ競技初の太平洋を越えての衛星星中継で画質は鮮明だった。1960年代には平均視聴率が30%に達するレギュラー番組もあり、日本ボクシングは黄金時代と呼ばれる時期を迎えたが、プロボクシングと反社会勢力の関わりを理由として、 NHK が1962年2月7日の海津文雄隊、近藤正夫戦を最後にプロボクシング中継を一旦終了させたのに加え、視聴者やテレビ局が野球、大相撲、ボクシング以外にも放送に適した競技があることに気づくと各局のボクシング中継はそれぞれ週に1本程度となった。しかし、同時期の米国と比べると、 会場の集客数が激減するような損失はなかった。ブームの後しかしキー局の世界戦以外のボクシング中継が1973年以降、のきなみ深夜枠へ移り、月1、2回あるいは隔月に縮小される。その中でも東京12チャンネルは隔月ながらゴールデンタイムの定期放送を実施。1972年以降より、海外のビッグマッチも中継した。 世界戦は相変わらずの高視聴率を維持していたが、その中心となっていた、具志堅陽光が引退すると加工線をたどり、昼間や夕方などのノンプライムでの放送も目立つようになる。その後も1988年1月17日の、無車拓也以降の日本人世界タイトル挑戦21連続失敗をきっかけに、人気低迷に拍車がかかり、 さらに K1 などの新行格闘技の台頭により中継本数が減少。ついに1991年2月3日に畑中清氏が世界王座をダッシュした試合は CBC テレビで生中継されたもののキー局である TBS にはネットされず抗議が集中。後日ガッツファイティング枠で録画放送されるという事態になった。この畑中戦は在京キー局で 生中継されなかった世界戦として初のケースとなった。地上波放送はさらに縮小し、まず、富士テレビが1992年11月20日の WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチヘナロ・エルナンデス対渡辺雄二戦を最後に、ゴールデンタイムでは20年余りボクシング中継を行わなくなった。テレビ朝日は2003年を最後に、 ボクシング中継そのものから撤退。同年9月に日本テレビが中継した、達吉上一郎対、フリオセサールアビラ戦は、引退した、スポーツ選手が、現役時代にやり残したことのためにカムバックするという、趣旨のスポーツバラエティ番組内で中継され、同局が月に1回の深夜枠で放送してきた、ダイナミックグローブは2009年限りで、地上波から撤退。同局は、 ゴールデンタイムにおけるボクシング中継も2018年3月1日のルイス・ネリ対山中信介の WBC 世界バンタム級タイトルマッチ以来行っていない。テレビ東京も2017年を最後にボクシング中継そのものから撤退した。2019年11月7日に開催された WBSS バンタム級決勝は BS8 系放送ではあるが前述の経緯から プロボクシングの中継を一旦終了させていた NHK でも57年ぶりに再開同試合を生中継で放送した井上や試合への社会的関心に加えて低迷している 8K 放送対応テレビなどの普及促進が背景にあったというまた同年12月23日に開催された WBA 世界ミドル級タイトルマッチも同チャンネルで放送された アマチュアボクシングについては、全日本選手権オンクテレが放送する。また、二人の日本人メダリストが誕生した2012年の、ロンドン五輪では、NHK 総合、BS1、TBS、テレビ東京が生中継、または録画放送。NHK、民放とも似た競技同様、ストリーミング性中継もいった。ラジオについては、 TBS ラジオが不定期で行っている。中継対象選手は TBS テレビと同じである。日本放送でも過去に中継を実施していた。近年の放送現在、地上波テレビにおいてゴールデンタイムでボクシング中継を実施しているのは TBS 富士テレビの2曲。TBS は井岡和と富士テレビは井上直也、村田良太の試合が主体となっている。 プロボクシングでは、プロモーターと縁深いジムとのタイアップで興行を打ち、中継を行う。また、基本的には、メインイベントのみが生中継あるいは撮って、ダッシュで放送される。ゴールデンタイム以外での地上波中継は、富士テレビが2012年に関東ローカルの深夜枠で、定期放送を復活させ、それ以外は TBS が不定期で深夜枠など、 ノンプライムでの放送を行うにとどまっている。衛星放送地上波での中継が激減した一方、衛星放送では世界戦ノンタイトルを問わず中継が行われている。1991年に日本初の民放衛星放送局であるワウワウが開局と同時に国外の試合中継番組エキサイトマッチ世界プロボクシングを放送開始。それ以降、スカパー。 の普及も進んだことで、衛星放送のボクシング中継が徐々に増加、地上波で放送されてきた中継も一部世界線を除いて、日テレ G、TBS チャンネルといった系列衛星放送局にメインがシフトされている。1997年に日本で展開を始めたディレク c t t も、ダード t v ボクシングの名で中継を開始。d i r e c t t の本部国であるアメリカでは、 主流となり始めた PPV 方式を採用し、前座の4回戦からメインのタイトルマッチまで通じた完全性中継を実現したが、2000年に Direct v の日本撤退に伴い終了。国内の試合をノンタイトルから世界戦までカバーしていた朝日、放送系のスカイエースポーツプラスや、フジテレビ系のフジテレビネクストのボクシング中継も終了している。 インターネット配信テレビ中継では限られた。放送枠の中で一部のラウンドがカットされることがあるが、インターネット配信ではすべてのカードをノーカットで中継することができ、リアルタイムで視聴できなくてもオンデマンドが提供されるなどのメリットがある。2012年10月、MG プロモーションが日本フライ級タイトルマッチをアスリートジャポンのユーストリームチャンネルから無料で、 ストリーミング生中継。以降、同じアスリートジャポンから、WBA 女子世界、スーパーフライ級タイトルマッチ、ニコニコ生放送から、アップブフ東洋太平洋エルター級タイトルマッチ。ネタイランドが、日本タイトル挑戦権獲得トーナメント、最強高楽園の準決勝、決勝を1試合100円で配信。などが、ストリーミング生中継を行ったが、いずれも短期間で終了した。 2016年7月5日、プロボクシングイベントの弾丸が月額980円の有料ボクシング動画配信サイトボクシングレイズを立ち上げ弾丸163からストリーミング性中継を開始した。2016年7月19日、横浜光ジムが有料ボクシングオンデマンドサイトの a-sign.boxing.com を立ち上げ、ダイナマイトパンチ101からサービスを開始したが、後に YouTube での無料配信に移行した。2018年1月1日、競栄ジムが主催工業をアベマ t v で生配信した。2018年10月21日、WBA 世界ミドル級タイトルマッチ、村田良太 VS ロブブラント、 スポーツ専門配信サイトだぞーにて国内独占生配信した。アマチュアボクシングの国際ボクシング協会は YouTube でストリーミング性中継を導入した初の国際的なスポーツ団体の一つであり、その公式チャンネルのページ上ではボクシングファンが主要なイベントを無料のインターネット性中継で見られるようにすることは組織にとって大きな前進であるとともに、 競技やスター選手の知名度向上にも役立つだろうと記している。テレビ局によるインターネット配信2012年10月から11月にかけてワウワウや日本テレビが一部のテレビ中継カードをオンデマンド形式でも配信するサービスを取り入れている。いずれもリアルタイムで配信し、ワウワウメンバーズオンデマンドは加入者限定サービス、日テレオンデマンドは有料サービスとなっている。 2021年4月からは、フジテレビが関東ローカルの深夜枠で放送したダイヤモンドグローブの試合を FOD とベイヤーで見逃し配信を行っている。2021年7月21日の第79回フェニックスバトルは、井上直也をゲスト解説に迎えて光 TV と DTV で生中継された。2009年11月、亀田ラ後期戦のために、 リングに向かう内藤大輔中継は TBS。視聴率の数値はビデオリサーチによるデータ。1977年9月26日にオンライン調査を開始したため、この前後を分けて集計している。1962年12月1日から1977年9月25日、関東地区ビデオリサーチ、関西地区調べでの歴代最高は、 世界バンタム級タイトルマッチファイティング、原田 VS、エデルジョフレの56.4%である。1977年9月26日以後、関東地区関西地区2011年12月、マディソンスクエアガーデンで、ジョン・マレーに勝利したブランドン・レオスを映す、HBO のカメラ。アメリカ合衆国では現在、ケーブルテレビによる中継が主流。 1973年の中継開始当初からボクシングを中継するテレビ局としてはアメリカ国内トップに君臨していた HBO が45年間続けてきたボクシング中継を2018年に打ち切りボクシングそのものから撤退ショータイムは1986年3月の中継開始当初から HBO を追う立場であったが視聴者数や PPV 売上で両局の差は 明確だった。しかし、2011年7月には HBO が契約していたマニー・パッキャオのシェーン・モズリーとの試合の放映権をショータイムに奪われたことをきっかけに HBO スポーツ社長のロス・グリーンバーグが退陣。2013年には14年間続いたフロイド・メイウェザー・ジュニアとの放映権契約をショータイムに奪われ HBO はゴールデンボーイ・プロモーションズとは 絶縁状態となったマニー・パッキャオフィリピンでは主にマニー・パッキャオをはじめとする国内選手の試合が中継される。キャリア初期のパッキャオの試合はヴィンテージテレビジョンが毎週放送していた番組ブローバイ・ブローで中継された。その後、パッキャオの試合は2001年のレイラ・ホノロレ・ド・アバ1000からビバスポーツで中継されるようになり、さらに ABS ・ CBN との契約を経て、 2013年現在、GMA ネットワークなどで中継されている。マニラスタンダードトゥデー紙などのスポーツ記者であり、長年ボクシングのテレビ中継で解説も務めるロニー、ナサニエルスは、ヴィンテージテレビジョンやビバスポーツを通じて、新人時代からパッキャオをサポートしてきたが、2013年3月、テレビ局によるカード選別の優先順位に疑問を投じている。この月、 パナマシティで行われた工業では、フィリピンの2選手が世界戦に出場。指名試合を行った王者のジョン・リル・カシュメロは、アルゼンチンでの王座ダッシュ時は、相手ファンの暴動に巻き込まれていた。またロベルト・バスケストの再戦で空位の暫定王座を争ったジョン・マーク・アポリナリオは、アルゼンチンでのバスケストの初戦では、不当判定により勝利を一したと報じられていた。 プロモーターは放映権料を要求せずにフィリピンで衛星中継してほしいとテレビ局に求めたが名乗りを上げるつぼねはなくその一方で ABS-CBN は翌4月立て続けに行われるトップランク社の興行を相当な資金をかけて中継していた ABS-CBN 事実で述べるように ABS-CBN は2009年3月にパッキャオとの再契約を一したが ノニトドネアなど、トップランク社の他のボクサーの試合を、同年12月に契約し、スカイケーブルのスタジオ23及びボールズなどで、中継している。チャンネル2で中継された、ドネア対、ギレルモリゴンドー戦の視聴率は、フィリピン全体で23.8%を記録した。2010年には、LA プロモーションズの、ピノイプライドシリーズとの短期契約を長期に更新し、 チャンネル2で中継している。GMA ネットワークトップランク社と契約するマニー、パッキャオの試合は、フィリピン国内では2007年3月以降、GMA ネットワーク及びソーラスポーツチャンネルが契約している。パッキャオは、放映権料の支払い遅延などを理由に2009年3月、かつて契約していた ABS-CBN と、再び契約を交わしたが、ソーラスポーツが、 訴訟も辞さない構えを見せたため、元の契約を更新することになった。この契約は2013年まで有効とされている。パッキャオ戦は、GMA ネットワークの GMA7、ソーラースポーツの他に、シグナルデジタル TV の PPV 中継、ABS-CBN 系のケーブルテレビ事業者である、スカイケーブルの有料チャンネル、国際衛星放送のザ・フィリピのチャンネルなどでも、 放送されることがある。TV5TV5 も国外のビッグマッチを放送するが、国内の若手選手の試合中継にも力を入れている。国内試合は IBC13 が毎週放送するザメインイベントや IBC14 と衛星放送チャンネルのハイパーが毎月放送するピノイノックアウトで中継される。2010年1月には ALA プロモーションズとアバップが 協力、大手携帯電話会社のスマートコミュニケーションズが、公演する工業をウォーターフロントセブシティホテルカジノから中継。アージバナル、ミラン・メリンドらが出場したこの工業は、アマチュアボクサーも同時に出場する、画期的な試みだった。メキシコでは、かつては、アナウンサー2名が、ラウンドごとに試合を伝えていた。国内で開催される試合が多いため、各局が選手、 試合の量で競争を展開している。2011年12月には2局が、そのラシューシューダード・オブ・レゴンから、サンフェル・プロモーションズの主催工業を中継。同じ工業でも、両局の中継カードは異なり、テレビアステカが、オルランド・サリド・タイウェン・ハイア戦を、テレビサは、クリスチャン・ミハレス・タイ・アレハンドロ・バルデス戦をメインとして、中継した。テレビアステカ・テレビアステカでは、 進行役は2名が、ラウンドごとに交代、解説者は3名で、エドアルド・ラマソン、フリオ・セサール・チャベス、マルコ・アントニオ・バレラが務める。テレビサ・テレビサはアステカに遅れをとっていたが、進行役3名、解説に、リカルド・ロペス、ルーベン・オリバレス、ホルヘ・アルセを起用して追い上げている。二千十二年九月十五日の夜には、テレビサが、サウル・アルバレス対ホセシト・ロペス戦を、 テレビアステカがセルフィオ・マルチニス対フリオ・セサール・チャベス・ジュニア戦をいずれもラスベガスから衛星中継。どちらの試合もメキシコ独立記念日の前夜祭りが行われている時間帯に中継され高視聴率を上げテレビサのアルバレス戦が15.1%でチャベス戦の13.5%を上回った。2013年9月のフロイド・メインウェザー・ジュニア対 サウル・アルバレス戦の視聴率は平均41.1%で1999年の FIFA フフコンフェデレーションズカップ決勝メキシコ対ブラジル以降のメキシコのスポーツ番組で最高の数字を記録。瞬間最高時は42%、午後8時から深夜12時半まで放送された番組全体を通じては30.1%が視聴した。ドイツでは ボクシング中継は無料放送で行われている。ベルリンの壁崩壊後、ソビエト連邦のようなトップレベルのアマチュアプログラムで訓練を受けた東ドイツのヘンリー・マスケとアクセル・シュルツがプロに転向し、ボクシングにはマックス・シマリング以来となる関心が向けられた。ドイツにはプロボクシングを統括する単一のコミッションはなく、ドイツプロボクサー協会及び、 ドイツプロボクシング協会という二つの王座、認定団体をはじめとする複数の類似団体が存在し、それらの対立から2012年には国内王座の廃止を求める動きもあった。皇術の三つの中継局と契約する、どのプロモーターも BDB とは絶縁状態にある。ミルフリード・ザ・ウアーランド・スポーツ1・スポーツ1は2018年から、サッと1との契約が終了した。 ザウアーランドイベントと契約し、同プロモーションの試合を中継している。プロモーターのウィルフリード・ザウアーランドが主催するザ、ザウアーランドイベントは、古くはヘンリー・マスケ、近年はアルツール・アブラハム、ミッケル・ケスラー、ニコライ・ワルーエフ、アレクサンデル・ポベトキン、マルコ・フック、セバスチャン・シルベスター、ユルゲン・ブリーマー、セシリア・ブレイク・フスラを抱え、ビルフリードの息子の彼とニスセも、 同社を支えている。2009年にはショータイムで中継された、スーパーシックスワールドボクシングクラシックの開催にも貢献した。ウラジミール飛びたりのクリチコ兄弟、RTL テレビジョンかつて、ヘンリー・マスケやアクセル・シュルツの試合を中継していたのが、民間放送の RTL テレビジョンである。1995年12月、シュルツ対フランソワ・ボタ戦は1800万人が主張。 同局のボクシング視聴最多記録となっている。その後、RTL は、ユニベルスムボックスプロモーションと契約していた、クリチコ兄弟が後に起こした K2 プロモーションズと契約。2011年7月2日、ウラジミール・クリチコ対デビット・ヘイセンは、選挙率67%。最高選挙率は、深夜0時15分に75.7%を記録した。 これは RTL が中継したクリチコ戦で過去最高となり、2010年10月11日のビタリクリチコ大社ノンブリックス戦での視聴者1345万人の記録を更新した。2012年2月18日のビタリクリチコ対デレックチソラ戦は選挙率56.5%で、これも同局の年間最高選挙率となっている。しかし、 RTL のチーフプロデューサーによれば、膨大な予算を持つ公共放送の ARD と比べ、広告収入に頼らざるを得ない民間放送の RTL では、クリチコ戦にかかる費用を回収するのは非常に困難である。SAT1 民間放送の SAT1 は1997年から2001年までダリウシュミハルチェフスキの世界戦を中継。その後、 9年間ボクシング中継から撤退していたが、2010年3月27日、アリーナボックスプロモーションと契約し、ユリオルキスガンボアとジョナサン・ビクター・バロスの対戦などで中継を復活させ、この後はフェリックス・シュトルムラの試合を中継していた。2015年からは ARD との契約が終了したザワーランドイベントと契約し、同プロモーションの試合を中継していたが、 2017年で同社との契約を更新せずボクシング中継を打ち切った。ドイツ公共放送連盟公共放送の ARD は1990年代の初めからザウアーランドイベントと契約していたが2014年で同社との契約を更新せずボクシング中継を打ち切った。ドイツのトッププロモーターだったウニベルズムボックスプロモチオンは 公共放送の ZDF と契約し、8年間続いた中継番組内では18人のプロボクサーが世界王座を獲得し、すでに世界王者だった5人が防衛戦を行った。ZDF との契約期間中に全112公行を行い、中継番組の平均選挙率は25.17%で、平均視聴者数は460万人だった。 主な試合の選挙率では、2005年9月のレイモン・ブリュースター戦が43.4%、2007年11月のレギーナ・ハルミヒ,ヒ戦が44.3%などを記録している。しかし、ZDF との契約は2010年7月31日のセバスチャン・ズビク戦を最後に更新されずに打ち切られ、年間2000万ユーロの放映権量を失ったことで、 2012年11月に破産の申し立てをするに至った。ユニベルスムは2009年頃には年間12工業で約2200万ユーロの収益を上げたが、破産時にはゾルト・エルデーやセバスチャン・ズービクのファイトマネーをはじめとする150万ユーロの不払いがあった。イギリスでは下記のほか ESPN、プライムタイム、プレミアスポーツ、 ローデット TV などのチャンネルがボクシングを中継していた。チャンネル5チャンネル5は BBCITV がボクシング中継を行わなくなった後2011年に中継を開始した。当時タイソン・フューリーやジェームス・デ・ゲールを抱えていたミック・ヘネシーのヘネシー・スポーツと契約して2015年に ITV がボクシング中継を再開するまでは英国で ボクシング中継番組を無料で提供している唯一のテレビ局であった。2013年3月にはボクシング中継から撤退という噂が流れ、プロモーターたちを動揺させたが、4月には米国からスティーブ・カニンガム対タイソン・フューリー戦を中継した。ITVITV は2015年にカール・フランプトン対クリス・アバロスで7年ぶりにボクシング中継を再開。 2008年のカール・フローチ・タイジャン・パスカル以来となるボクシング中継であった。スカイスポーツ B ・スカイ B のスカイスポーツチャンネルは2012年8月にエディ・ハーンが主催するマッチルームスポーツと契約した。しかし同時にリッキー・ハトン、フランク・ウォーレン、フランク・マロニーといったそれまで取引のあったプロモーターとは手を切っている。2013年には リッキー・ハットンのハットンプロモーションズとの契約では試合がなかなか決まらずにいたスコット・クイックがマッチルームスポーツに移っている。スカイスポーツは英国では p p v 中継をいち早く取り入れ収益を上げていたが2010年11月のデビッド兵隊オードリー・ハリソン戦を最後に p p v 中継からは一時撤退。2013年5月のカール・フローチ対。 ミッケル・ケスラー戦で復活させた。ボックスネーション2011年11月、ウェンブリーアリーナで行われた長寿グローブス対ポール・スミス戦のボックスネーションによる中継風景。ボックスネーションはプロモーターのフランク・ウォーレンがボクシングチャンネルメディアと共に起こしたボクシング専門チャンネルで24時間放送を行っている。解説当初は無料で放送された。 スカイスポーツとはライバル関係にあり、2013年にはカール・フランプトンがマッチルームスポーツからクイーンズベリー・プロモーションズへ移った。フランスではかつて全ての世界線を放送していたカナルが2009年にボクシングから撤退し、現在は中継局を持たない。カナルが手を引いたことで全てのタイトルマッチを同国内で戦ったブライム・アスロームは 試合開催に困難をきたし、休養王座への移動を経て、世界王者のまま引退を余儀なくされた。南アフリカ共和国では、ボクシングのテレビ中継は1980年代から大幅に減少し、国営放送局のサブックが2011年初頭に撤退した後は、モルティムザラネ、ヌコシナチ、ジョイ、タカラニヌドロブラの国内世界王者が存在したにも、かかわらず、 限られた工業が有料衛星放送のスーパースポーツで中継されるのみでボクシングトレーナーのニック・デュラントは2012年3月にサブックの援助なしに試合を開催することは極めて難しいと話していた彼やプロモーターのブランコ・ミレンコビッチらの尽力の結果同月の宝にヌドロブ戦、ヌコシナチージョイ戦は直前になってサブックで放送されることが決まった ありがとうございます。